厳しいわ、桜さんたら。全然大丈夫です、ね。本当に笑顔は多くなったけど、本当は人を信じられないタイプの人間。はい、人間不信。知ってる。かわいそうって言うね。そう、だから知ってるもんだから、はいはい、ね、その、今逆っぽく言ったけど、マジじゃん。はい、いや逆テスト言ったけど、まあ、マジそういう人じゃん。にもかかわらず、なんか見てるとね、あの、昔、だからこの初回ですよ。はい、この桜と下横にしのこの二人が来てくれた時には、うん、もうちょっとなんか距離があったのが、はい、なんか、仲良くなってんじゃん。いや、なんか、こじ開けたら意外と落ちた、みたいな。いけたんですよ。押しの一手しかね、ないわけじゃん。そうなんですよ。なんかそういうテクニカルななんかそういうの持ってない。押し引きとかないですからね。押してるだけじゃん。そうですよ。だから割れちゃったんだ。割れてなんか、やばい桜さんが出てきてくれたっていうところが折れちゃって。嘘でしょ。諦めの境地じゃねえか。折れちゃって。そう。うん。いや、でもなんか、ちょっとしたことで、こう連絡くれたりとか、うん、今日のだって入りも、一緒に入ろう、みたいな、うん。なんでですか？そうだ触りますよ。触じゃこの、ちょっとあさりで。なんであさりで一回触る。一あさり。お前のじゃねえじゃん。説明いるボケすんじゃねえ。すいません。かかずらってなんねえんだよ。そうなの、どういう心境の変化なんですか、そこら辺は。いや、なんか、うん、悪い人じゃないなって。いや、もう。そうか、あの頃はね、まだ私の何かを盗もうとしてると思ってたけども。なんか、なんだろう、こう、別に私に関わっても、別に仕事も増えないし売れないよって思ってたんですよ。うんうんうん、その通りだ。でもなんか、もしかしたら、私が、この仕事でご飯食べられなくなっても、仲良くしてくれるのかなゼニで見てないと自分のそうは言ってないの。みんなゼニで見てるの。ね、そう、桜さんの周りの友達ない。目にドルマーク出てんのね。そう言ってないよ。ちょっと待ちなよ。なんか駆け引き、駆け目なしに付き合ってくれるんですよ。だ要は、ラジオで仲良くしたエピソードを喋りたいから、プライベートで遊びに行こうって言ってるわけじゃどうやらなさそうだと。だそれもね、不思議なんですよ。その、いっぱいほら、他にもさ、現場とかで、声優さんはいらっしゃるわけでしょ？います。で、誰にでもそういう感じなわけじゃないんでしょ？誰にでもそうなんですよ。誰にでもそうなんだよ。なんだよ。幻滅だわ。いや。でもね、ほら、言い訳の一つをしろよ。何も出てこなかった。いやでもその中でもやっぱ桜さんが特別なわけですか。そうですよ、はい、やっぱりなんかなんだろうな、雰囲気具体性ゼロだね。こんだけ時間あって具体性ゼロと思った。ふんわりとしやがって。雰囲気ですね、やっぱり。しかもオンリーじゃねえか。雰囲気です。雰囲気とかじゃないじゃん。もういいよ、雰囲気のみじゃん。雰囲気です、雰囲気で。来週最終回な。なんでなんで。いや、まあまあ、その、つかず離れずな、その距離感が、見てて楽しいので、ありがたいです。今後も楽しみにしたいと思っておりますが、そんな。